高橋新さあ民事訴訟法の続きです民事裁判では勝ち負けをどういうルールで決めるかという話ですねまずは軽く前回のおさらいからしておきます民事裁判は刑事裁判と比べて法廷に出てくる証拠が乏しいことが多いですだから肝心なところがよくわからないままどっちが勝ちでどっちが負けという結論を出さなきゃいけない局面が 割とありますそしてそういう場合でも結論は出さないというわけにはいかないんです民事裁判は当事者間では解決できなかった紛争を国家が解決してやるという仕組みなので結論を出さずに放り出すということはできないわけですなので肝心なところが分からんという場合にも結論を出すためのルールが必要ですそしてそのルールがどういう内容なのかというのを説明するのが今回の動画です では、えー、まず結論から言ってしまうとこのルールは刑事裁判と一緒ですつまり証明できなかった事実はないものとして扱うということですただ当然違いもありまして大きな違いは3つです1番刑事裁判では原則的に全ての犯罪事実を検察官が証明しなければなりません 基本的に検察官が全面的な証明責任を負っていますしかし民事裁判ではどの事実を原告被告どっちが証明しなければならないかというのは分配されています分かれてるんですね証明責任が原告と被告にとあるルールに基づいて分配されています2番証明に求められる度合いが違います これは刑事裁判の方が一般的に証明に求められるハードルが高い、民事裁判はもうちょっと緩くても証明したと認められると言われています。3番として例外の存在です。この例外にもいくつか種類があるんですが、その中で大きなものの一つとして自白というものがあります。 民事裁判における自白は刑事裁判における自白と全然意味が違います。これは後で説明します。さあではここから1つずつ説明していきましょう。まず1番、証明責任の分配の話です。前回の動画で取り扱った原告の X さんが Y さんに殴られたと主張している事件をまた題材にします。まずこれが刑事裁判になったら、つまり Y さんが 障害罪で起訴されて被告人となり刑事裁判にかけらられたらどううなるかという話をしますさっきも言った通り刑事裁判では検察官が全面的な証明責任を負うのが原則なので Y さんが X さんを殴ったという事実は検察官が証明する必要があります検察官がこれを証明できなければ検察官の負けつまり無罪判決になります 故に、Y さん被告人側としては、殴ってない無罪を証明する必要まではなくて、殴ったかどうかわからんという真偽不明のレベルにまで落とし込めれば、勝てる無罪判決を得られるわけです。では、これが民事裁判だったらどうなるか、つまり X さんが Y さんに対して殴られたので、損害を賠償しろという裁判を起こしたらどうなるかという話をします。 これまたちゃんと説明すると訴訟物とか要件事実とかっていう概念の説明からしないといけないんですがここは非常に専門的な話になるのでざっくりとだけ説明をしますこの民事裁判で直接的に問題になるのは X さんの Y さんに対する損害賠償請求権不法行為殴られたという不法行為に基づく損害賠償請求権があるかどうか 言い換えるとこの損害賠償請求権が発生しているかかどうかですこの損害賠償請求権のことを実は訴訟物っていうんですけどこれが発生するための条件要件ですねこれは民法という法律に書かれていますこれは前回ちょろっと説明した民法709条不法行為の条文です この不法行為の要件も細かく説明していくとキリがないので端折りますが今回は仮に Y さんが X さんを殴ったということが事実だとしたら不法行為が成立するという理解で構いません Y さんが X さんを殴っていれば不法行為が成立して X さんの Y さんに対する損害賠償請求権も発生するわけですこの訴訟物にあたる損害賠償請求権は 法律がが定めた効果とということができます。法律に書かれている発生条件を満たすとこの損害賠償請求権が発生するという効果が生じるという意味ですそしてこの法的効果の発生条件つまり要件ですねこれに該当する具体的事実のことを要件事実とか主要事実とかって言います今回の事例では先ほど説明したように まさに Y さんが X さんを殴ったという事実がこの発生条件に該当するのでこれが要件事実ということになりますこの要件事実と主要事実は今は同じ意味だというふうに説明しましたが意味が違うという説明も、えー、実はありますそこはもう踏み込みません、えー、長々と抽象的な説明をしましたが何でこんな説明をしたかというと 民事裁判において証明責任の対象となるのはこの要件事実だからですつまり今回の事例では Y さんが X さんを殴ったという事実が証明責任の対象になりますどういうことなのかまだ分かりにくいと思いますのでもうちょっと詳しい説明をします え先ほど民事裁判においてはこの証明責任が原告と被告に事実ごとに分配されていると言いました仮にこの Y さんが X さんを殴ったという事実の証明責任が原告 X さん側に分配されているとすると X さんとしては Y さんが自分を殴ったという事実を証明しないと裁判に勝てないということになりますつまり X さん側に分配されているというルールであれば仮に殴ったか殴ってないかわからん真偽不明ということになればそれは殴ってないものとして扱うということになって X さんは負けるということです Y さんとしては自分が殴ってないということまで証明する必要はなくて真偽不明にまで追い込めば勝てるということですでは逆にこの証明責任が Y さんに分配されているルールだとどうなるでしょうか そうすると Y さんは勝つには自分が殴ってないということを証明する必要が出てきますつまり X さんは Y さんが自分を殴ったということを証明する必要まではなく殴ったか殴ってないか分からんという真偽不明の状態にまで追い込めば殴ったという扱いになって勝てるわけですでは実際の日本のルールではここに関する証明責任はどちらに分配されているかというと X さん原告側ですつまりさっきの繰り返しになりますがこの手の裁判では X さんが勝つためには Y さんが自分を殴ったということを証明する必要があります。Y さんとしては殴ってないということまで証明する必要はなくて殴ったか殴ってないかわからんという真偽不明の状態にまで持ち込めば殴ってないという扱いになって勝てるということです。 ここまでがこの事例についての話です。民事裁判における紛争はこういうものばかりではありません。いろいろ種類があります。売ったもんの代金払えとか、貸した金返せとか、相手が応じてくれないけど離婚したいとか、いろいろあります。当然、個々の紛争ごとに、どの事実の証明責任が原告にあって、どの事実の証明責任は被告にあるのかという分配の内容は、 違います。じゃあ分配の一般的な基準はないのかと言いますと学説はいろいろあるんですが判例及び通説だと言われているのが法律要件分類説というやつですこれはもうザクッとした説明にとどめますが法律が定めているいろいろな法的効果のうち 権利の発生を基礎づける者に関しては、その権利の発生を主張する者に証明責任を負わせるという考え方です。今回の事例で問題になっているのは、さっきから何度も説明している通り、損害賠償請求権が発生したかどうかなので、その発生を主張する原告 X さんの側に証明責任があるということになります。 逆に法律が定めている法的効果というのは権利の発生を基礎づけるものだけではありません。一旦発生した権利を消滅させる効果というのもありますし権利の発生を妨げる効果というのもあります。あるいは権利は発生してるけどその行使を阻止する効果というのもあります。この3つ全部違っ ものだという説明をされるんですけど今の段階ではあんまり3つの違いいいは意識しなくていいですこの3つについてもこれらを主張する者に証明責任を負わせているというのが法律要件分類説の考え方ですこの3つにあたる具体例はどういうものかと言いますと例えば今回の事例で考えられるのは正当防衛ですね。 皆さん、刑事裁判の方での正当防衛は聞いたことあると思うんですが、実は民事裁判にも正当防衛というものはあるんですね。そして、刑事の正当防衛と民事の正当防衛は中身が違います。そこは注意してください。ただ、両者の違いを説明しているとまた時間が足りなくなるので、ここでは Y さんがこんな主張をするということを考えてください。確かに私は X さんを殴りました。殴りましたけど、その前に、 道で出会った X さんがいきなりナイフを持って私に襲いかかってきたんです。私は自分の身を守るためにとっさに右腕を前に出して X さんの頬を殴りました。そしたら X さんがひるんだので私は一発殴っただけでそのまま現場から逃げました。この Y さんの主張が正しいとすると一応刑事の正当防衛も民事の正当防衛も両方成立することになるという結論でいいと思いますので。 これで考えます民事では正当防衛が成立すると X さんは Y さんに対して損害賠償請求ができなくなります。えー、条文は民法720条です。読みますね。他人の不法行為に対し事故または第三者の権利または法律上保護される履歴を防衛するためやむを得ず加害行為をした者は損害賠償の責任を負わない。この条文に先ほどの事例がどう当てはまるかというと 他人の不法行為っていうのは X さんがナイフを持って襲いかかってきたことを指します。これに対して Y さんは自分の権利、自己の権利を防衛するためにやむを得ず加害行為をした、つまり X さんを殴ったということになるので損害賠償の責任を負わないということになります。つまり X さんが殴られたことに対して損害賠償を請求してきてもそれに応じる必要はないということです。 この正当防衛の主張は、さっき言った3つのうちのどれかというと、おそらく権利の発生自体を障害する効果だと思われます。まあ、いずれにせよ、この3つについては、それぞれ権利の消滅、あるいは権利発生の障害、あるいは権利の行使の阻止を主張するもの。 つまり被告の Y さんが証明責任を負うということになりますまあこうして見てみると証明責任については自分に有利な主張については自分に分配されるというのが一般的な基準になるという見方もできると思いますこれまでの事例をもとにすればまず損害賠償請求権の発生に関しては当然 X さんに有利な効果なので これは原告の X さん側に証明責任があるわけです逆に正当防衛についてはこれが認められると損害賠償請求が認められなくなるので Y さんに有利な主張ですつまりこれについては被告 Y さんの側に証明責任があるということになるわけですちなみに刑事裁判では検察官が全面的に証明責任を負っているという原則の通り 正当防衛についても正当防衛ではなかったということを検察官が証明しなければ有罪判決は出ません、えー、もうちょっと正確に言うと正当防衛が成立しないような事実関係であったということを検察官が証明する必要があるということです逆に言うと被告人側は正当防衛があったかもしれないけどよくわからんというところにまで 追い込めれば無罪判決をもらえるわけですはいここまでが民事裁判では刑事裁判と違って証明責任が一定の基準に基づいて原告と被告に分配されているという話でしたさあ続いて2番と3番ですがこの2つそれぞれ結構時間がかかるので次回回にします今回はここまで、えー、ご視聴ありがとうございましたさようなら